皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、コメントにいただいた質問にお答えをしたいなと思います。筋トレ前の筋欲は必要ですか？例えばボクシングだったら、試合前にそういう行為をすれば足に力が入らずパフォーマンスが落ちてしまうと聞いたことがあります。よろしくお願いします、ということでですね、ちょっとデリケートな話題ではあるんですけども、実は筋トレしてる男性の間では割とメジャーな話題というか、ちょっと気になる人も多い話題だと思いますので、このご質問にお答えをしていきたいなと思います。結論から言ってしまうと、趣味でやってるぐらいだったらそんな気にする必要はないと思います。で、競技とかでもうとにかく上を目指してやっていきたいっていうことであれば、例えばスポーツの試合前とかにそういう行為をするのはやめておいた方がいいんじゃないかなと思います。ボディービルの大会に出たいとか、パワーリフティングの大会に出たいとかっていう形でトレーニングをしている方の場合は、トレーニング前はね、さすがにやめといた方がいいんじゃないかなと思うんですけども、完全にそういう行為をやめないといけないというものではないと思うので、ご自身のコンディションに合わせて考えていただければいいんではないかなと思います。なぜですね、こういう説が出てきているのか、スポーツのね、試合前とかトレーニング前とかに筋欲をしておいた方がいいのかっていう風に言われるのかというと、男性の体のね、仕組みとしてですね、射精をするとプロラクチンというホルモンが出ます。これはですね、人間の性欲を下げるためのホルモンなんですね。これはですね、どういった理由からこのプロラクチンが出てくるのかというと、まだ人間が今の形にこう進化する前、人間の先祖の時代っていうのは危険がいっぱいなわけですよね。動物が交尾をしている時というのは、一番生き物が無防備になる瞬間なわけなんですよね。なので、いつまでもいつまでもそういう状態が続いていると、周りからの危険を察知できないで、外敵に襲われてしまう危険があるので、行為を終えたらもう素早く周りを警戒するモードに入らないといけないということは、交尾が終わったらすぐにですね、性欲がなくなるようにするっていうのが、危険な状況の中で生存をするために必要なことだったんですよね。なので、射精をするとプロラクチンというホルモンが出て性欲を下げさせる、それによって周りにね、注意を払いやすくなるようになったんではないかという説がね、一説にはあります。本当のところはどうなのかは知らないですけども、とにかく男性のね、体の仕組みとして、射精をしたらこうプロラクチンというホルモンが出て性欲を下げさせるんだっていう、こうそういう仕組みがあるんですね。このプロラクチンというのが出ると、テストステロン、男性ホルモンですね、もう実は下がってしまうんで、テストステロン、男性ホルモンっていうのはやっぱり人間の闘争心、筋肥大にも大きく関わっているホルモンと言われているので、このテストステロンが下がってしまうんで、やっぱり運動前には良くないんじゃないかっていうふうに言われているっていうところなんですね。その考えも一理あるとは思うんですけども、自然にね、分泌される程度の量でスポーツのパフォーマンスとか筋肥大に明らかなマイナスな影響があるかっていうと、そういう研究もないので何とも言えないんですけども、個人的には自然な状態でね、分泌されるそのホルモンの量で明らかにこうネガティブな影響が出るっていうことはちょっと考えづらいんじゃないかなというふうに考えています。なので、趣味でね、スポーツを楽しんだりとか筋トレを楽しんでる方なんかはそれほど気にする必要はないんじゃないかなと思います。ただし、上を目指してもう一歩でも前に行きたい、少しでもこうパフォーマンスを高めていきたいっていうアスリートの方とか、ボディービル競技をされているような方に関しては、試合前とかね、トレーニング前にそういうプロラクチンを出してしまうような行為っていうのは避けておいた方がいいんではないかなと思います。ただそれほどこうね、深刻に考えなくてもいいんではないかなというふうに考えています。ここから先はね、余談なんでカットされるかどうかわかんないんですけども、ボディービルダーと性欲、よくですね、ムキムキマッチョな人って性欲も強そうって言われるんですけども、大会前のボディメイク系の競技者っていうのは性欲がなくなります。私もそうです。一番ね、ムキムキになって見た目的にかっこいい、性欲も強そうに見える期間がですね、実は一番弱くなってしまうんですよね。これにも理由があって、人間の性欲に大きく関わっているテストステロン、男性ホルモンなんですけども、この男性ホルモンの材料って脂質、油なんですよね。なので、当然ですね、体脂肪率が極限まで下がると男性ホルモンのレベルも下がってしまうんですよ。それによって性欲も
やっぱり落ちてきてしまうんですね。程度には個人差があるので、大会前でも全然変わんないよっていう方もいると思うんですけども、私の場合は大会2ヶ月前から本当に性欲がですね全くなくなってしまって、男性の更年期障害みたいな感じの症状が結構出てしまうんですね。まあ程度の差はあれと、ボディメイク系の大会に出てる方の大会前というのは性欲が実はねなくなってしまうケースが非常に多いんですね。というのはやっぱりその普通では考えられないようなレベルまで体脂肪を落としていくんで、その性欲だけでなくて、まあ、体の機能が全体的に弱ってしまうっていうことなんですよね。免疫力も弱ってしまいますし、風邪とかもね引きやすくなってしまうので、それだけこう体がデリケートな状態になっているんで、大会にね出たいなと思って減量している方なんかは、減量が進むにつれてやはり体調の変化っていうのにも気を配っていただけたらなと思います。今回はスポーツの大会前とか筋トレの前とかに禁欲をした方がいいのかという話題についてね、私の見解をお話しさせていただきました。少しでも参考になっていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。